驚くべき集合であります。世界衝撃ニュース号、1トンの倉庫がゴロリというふうに出ているんですが、すごい、本当に、まあ、倉庫というんでしょうか。倉庫というよりも大きなテントが、銀色の建物なんですが、家ぐらいの、まあ、1トン。家が1トンというと随分軽いですね。で、それが断線直撃というふうに出ているんですが、奇跡的に一命は取り留めたというふうには書いてあるんですが、随分、風速30メートルの突風が原因というふうに書いてあります。今後建築上の問題も指摘されていますというふうに出ています。今度はスタジオに戻ったんですけども、今の時間は午前9時34分なんですが、2011年4月26日午前9時34分なんですけども、日本でも考えられないようなことがというふうに言っています。私も本当に驚いているというふうに言ってるんですが、こんな映像が次から次へ出てきますというふうに言ってます。ちょっとユニークに出すと言いますが、そんな映像ですというふうに言っています。